YKKAP。 でもあるじゃないか、邸宅を形付けるカーポートが。名前はエクスティアラルーフ。なんだこの高級感は。このカーポートのポイントは、なんといっても張り出した軒、そしてアッパーライトの間接照明。これはおしゃれ、まさに見せるカーポートです。これにも私は惹かれてしまいました。皆さんご機嫌いかがですか。なんで M チャンネルの M です。今回は YKKAP のエクスティアラルーフ見ていきたいと思います。私は現在2世帯住宅を建設中で、邸宅感のある建物を目指しています。そういう中、カーポートは非常に大切なポイントであり、家との一体感が重要です。カーポートを間違えてつけてしまった場合、せっかく目指していた邸宅っぽさが台無しになってしまう。なので現在理想のカーポートを探し求めている、そんな感じです。今現在候補に挙げているのはリクシルの G ルーフ、そして三強アルミの U スタイルアゼスト、そして3つ目の候補がこの YKKAP のエクステラルルーフ。エクスティアラルーフ、この商品は何といっても形に惹かれました。このカーポートには私が家の外観でさんさん言ってた張り出した軒、張り出した軒そのものがカーポートにあるんです。張り出した軒は注文住宅の証。建て売りの中で張り出した軒のある家なんてありません。張り出した軒の家は存在感が違います。おだけの家ではなくて屋根をつけるのであれば軒は張り出した方がいい、そう思い、私の方の建てる家では軒を思いっきり出してもらいました。家自体の張り出した軒とこのカーポートの飛び出した軒とダブルの効果で邸宅感が増すのではないか。軒を出すためフレームの上に屋根が乗っている形ですが、軒を出すためにはそれはそれでいいでしょう。また天井の木目、私のカーポートの構想でこの天井の木目は外せません。私の今度建てる家の屋根の張り出した軒の裏にはこれを貼ります。これとカーポートの天井の部分をできるだけ合わせたい。さらにそれで一体感は生まれるでしょう。そしてフレームも伸ばせる。このフレームをカーポートから伸ばすことで門構えの代わりになり、邸宅感が増します。重厚感が出る。そう、こんな感じで屋根と合わすことができる。家の屋根とカーポートの屋根、一体感が生まれています。そしてこのフレームで家をさらに大きく見せることができる。屋根のある家で似合うカーポート、そう言ってもいいんじゃないでしょうか。これなんてもう圧巻です。これは3台用ですが、大きければ大きいほど様になる形です。またライトアップがかっこいい。アッパーライトで天井を映し出し、高級感を演出します。一目見ただけで金持ちやとわかる仕様。周りの人がビビるでしょう。カーポートにそこまでするという感じですが、単なる車を置く場所だけにするのはもったいない。このスペースでみんなでバーベキューをしたり、他には何かして遊んだり、思い浮かびません。まあ、雰囲気を楽しむことができます。一番の効果は周りに見せつけることができるということだと思います。うちはすごいんだよと見せつけるカーポート。ちなみにライト関係はオプションみたいです。ですがせっかくならつけるべき。こちらはダウンライトだけの場合、右がダウンライトだけ、左がダウンライトと間接照明。私は間接照明ありの方で検討したいと思います。また屋根の形もこういう L 字型のやつもあったりして、玄関部分をカバーしたりすることもできます。フレームは最大10メートルまで伸ばすことができ、三強アルミの U スタイルアゼストの12メートルには及びませんが、10メートルも伸ばせれば十分。色はこの中から選ぶことができます。イメージはこんな感じ。そういえば間接照明も憧れの一つではありました。家の中でできなかったことを外交でやる、そういうのも外交の楽しみ方の一つになるかもしれません。この白っぽい色はプラチナステン。これで見ると白っぽいのもいいかなと思ってしまいます。より建物との一体感が得られるような、こういうところも悩みどころ。またこれには電動シャッターを取り付けることも可能。ここに惹かれる方も多いのではないでしょうか。また雨水の排出の雨どいについても、柱の中を通して排出したり、雨どいが目立たない感じになってます。カラーバリエーションはそんなに多くありませんが、私の欲しい色合いは揃っています。また同じ形でも積雪30センチ相当、そして50センチ、そして100センチ相当と、
地域によって商品内容を選ぶことができるようになっており、100センチ相当では三大用がなくなっています。私の住んでいるところでは30センチ相当でいいでしょう。ここまで見てきてデザイン性も良く邸宅感もあり魅力ある商品なんですが、私には気になるポイントが3つあります。まず1つ目、私がカーポートを置こうと持てるスペースが残念ながら2台用まではないんです。1台分を余裕を持って置こうぐらいのスペースしかありませんから、この2台用3台用は設置することができない。この形は2台用3台用でかっこよさを発揮できると思います。1台用だと迫力が足りない。1台用のカーポートにこのアプローチ部分をセットすることはできるみたいなので、それを考えているんですが、果たしてそれでどうなのか。また残念ながらフレームを伸ばすこの形は2台用3台用でしか対応してないみたいです。1台用ではフレームを伸ばすことができない。それは非常に残念。ただ車が1台しかないというわけではなく、他には車はあるんですが、その置く場所にはカーポートは必要ないかなと思ってたんです。その部分は広いのでこの3台用も十分設置可能なんですが、そんなことをしてるとお金がいくらあっても足りません。将来このカーポートで揃える統一をするということであれば、この1台用でいいかなと思ったりするんですが、この1台用は形がどうもしょぼく見えてしまいます。次に、私の好きな縦シャアのオプションがない。縦シャアとは縦の格子のデザインのものですが、リクシュリの G ルーフにはあるのに、三強アルミの U スタイルアセストにはあるのに、 YKKAP のエクステリアルーフそれにはないんです。非常に残念。ただホームページで見つけました。ここにあるじゃないか。ただよく見てみると、このカーポート、私が見ていたカーポートと形が違います。張り出した軒がない。商品名を見てみると、エクスティアラシリーズカーポートとなっています。私が見ていたのはエクスティアラシリーズルーフ。ややこしい。これ間違えて注文する人いるんじゃないでしょうか。要するに同じようなコンセプトでシリーズとしてまとめられており、その中で門周りであるアーチを見てみると、見つけました、タテシャア。要するにこのエクスティアラシリーズでまとめると、統一感のある外交でこのタテシャアも選ぶことができるということです。ただエクステリアシリーズのルーフにはこのタテシャアの設置がなく、私としては時代に遅れてるなという感覚、そういう捉え方をしているのは私だけだと思いますが、タテシャアを取るのか軒を取るのか、私に選択を迫ってきます。タテシャアは別のところでつければいいんですけど。そして3つ目のポイントは、私が考えているこの形、ダウンライト、アッパーライト付きで400万以上。これは参りました。ちなみに3台用でフレームが伸びているタイプでは約800万。恐ろしい。まさに庶民を突き放す金額、お金持ち仕様です。ネットでこういうのも見かけましたが、それでも私も検討しているもので約200万。工事の費用なんか考えてもっと行くでしょう。見栄を張るのもお金がいるな。実は私はもうローンの限界と言われています。そんな中、外交をどうするのか。家にばかりお金を使い、外交に回すお金がなくなった。よく聞く話ですが、まさにそのような状態になりつつあります。しかし私は諦めない。外交は家と同時に完成とはいかないかもしれませんが、諦めずに取り組んでいきたいと思います。私の邸宅への道は続く。このチャンネルは邸宅シリーズとは他にいろんなものを扱っています。私の気になるもの、気になること、こだわったものなどをご紹介してます。気になるものだけ見ていただければ結構です。よければチャンネル登録を、そして応援していただけるのならいいねボタンをお願いします。それが私のやりがいにつながります。それでは今回はこの辺で、ごきげんよう。